とした高い声走り抜ける、待ち受けるよう抱き上げる両手、対象二人のつながる影、そっと見送り歩き出した午後。駅前せわしく行き交う人、帰宅ラッシュ時それぞれ帰り着くだろう。買いすぎたフルーツを抱え僕も一つ、ほらストロボ光る小さなフォトフレーム、瞳に映る肖像、いつかの日ただ眺めていたその眩しさ、扉を開けたら今賑やかなほどお帰り、息を止めて一粒もこぼせないもの、これの名前だって僕はもう知ってる。弱くてこそばゆう